おはようございます。マイナス7度の朝でございます。 A 散歩から帰ってきてまた毛布かけてあげました。富士山もいい感じ。あ、姉ちゃんトイレ、トイレ行くの？行ってきたら？よいしょ。ロイちゃん、姉ちゃんが場所取ってるで。いいのあれば。ロイちゃん、富士河口湖町にやってきております。この僕ちゃんの面会でございます。手があるとだいぶ寒いんですね。川口湖、綺麗だね。はい、マイナス10度より下がってるのに家にまっすぐ帰らずドッグランで遊んで帰ろうとするロイちゃん。オオカミが遠吠えしております。お昼休みはトイレタイム。あれ、あいつは足はみ出とるよ。こんな寒いのによう外でお昼寝しますな、ロイちゃん。カイ君、好きなように自由に散歩するのは散歩ちゃうん。な、入ったらあかん場所もあるしやな。だからな、おしっこかけたらあかん場所もあるしやな。あんたの好きなように歩かせられへん。はい、みんなお綺麗したい。レンちゃん、レンがいつも食べるの早い。もう見えてる。はい、くん、あーでねーちゃん、もうゆっくりだね。ロイがもうゆっくりゆっくりでね、もう遊んで食べますからね。大好きだもんね、秋ですね、ロイちゃんね。おはよう。やっぱダイヤモンド富士だ、今。すーげー、ちょうどダイヤモンド富士だべ。気温 0.4 度やった。そら寒いわ。1時間ぐらいしか行ってない。お外寒いよ、ロイちゃん。な？お腹入ったら。富士山は綺麗やけどな。ロイが出た富士山。いいよ。ロイが出た富士山。もう寒いから中入ったら。でご飯食べて、まだお前さっきご飯食べたからまだあかんねん。おはよう。あて姉ちゃんが、お父さんリンゴください、ありません、今日わりかしちょっと早く起きてしまったので、3時半過ぎぐらいに起きたので散歩が早く終わりましたね。皆さん2人は、皆さんってお子様2人は、ケージの中でご飯後はゆっくりでございます。お子様たちの、お子様たちの、もう元気だ、この人たちは本当元気だ。今日も美しいダイヤモンド富士。何や、どうした？どうした？ほらまた来た、ほらガキ緊張。二人で遊ぶんかい？遊んだらええがな、ああいつ。んなら自由時間やねんから別に遠慮せんでええがな。黒い用事が出てきた。まあ、あの拾い食いするじゃないですか。せやからこう常にこう監視してるんですよね、お散歩中も。そうすると前に行くと丸見えなんで、あのね、おっさんのね、見えないところに逃げようとするんですよ。
だからそっちを見ると隠れおるんですよこいつ。だからねもう要は後ろに引っ張らないで下がったのはね何のためかと、拾い食いのために隠れるために、隠れてこっそり食べるために後ろに下がってるんですね。